アンティオコス三世、アンティオコス三世、紀元、百241年紀元前187年、在位、紀元前223年紀元前187年、は、セレウコス朝の君主。セレウコス朝のセレウコス二世の息子、兄弟であったセレウコス三世が暗殺されたのを機に即位した。前代まで、縮小傾向にあったセレウコス朝の領土を拡大し、 東方はインドにまで遠征して、大王の称号を得た。紀元前189年ローマとの戦争に敗れる。アンティオコス三世が即位した時、セレウコス長は危機の中にあった。すでに紀元前三世紀半ばには遊牧民の族長、アルサケス一世率いるパルティアやバクトリアのギリシア人の指導者、ディオドトス一世、グレコバクトリア王国が、 セレウコス朝から分離しており、アナトリアでも、離反の動きが続いた。さらに、プトレマイオス朝、エジプトとの戦争が続き、セレウコス一世が征服した領土はすでに大半が、失われていた。即位した時未だ十代後半の若年であり、三代の王に仕えて、絶大な権力を握っていたヘルメイアスが、補佐役となった。即位して間もない紀元前二百二十二年。 メディア総督、サトラップのモロン、ペルシス総督のアレクサンドロスらの反乱が発生し、また、アトルパテネオー・アルタバザネスなども、セレウコス長の権威に対し服従の姿勢を見せた。即位直後のアンティオコス三世は、旧廷内の基盤の脆弱さから、直ちにも、ロンラの反乱の鎮圧に向かうことは困難であった。そのため、反乱の鎮圧よりも拡大防止を重視して、 バビロンに軍団を集結さた。しかし、モロンの軍勢によって防御部隊は破られ、メソポタミアの広い範囲が反乱軍の支配下に入った。この事態にあっては、宮廷闘争に邁進するわけにもいかず、アンティオコス三世は、紀元前221年には自ら軍を率いて、反乱鎮圧に向かった。当時も、ロンの軍勢は、チグリス河畔のセレウキアに進駐していたが、 アンティオコス三世の接近の法を受けて、メディア法へと撤退を開始した。アンティオコス三世は、モロン軍の退路を阻む形で進軍し、アポロニアの戦いでこれを破った。こうしてモロンを自殺に追い込み、その後アレクサンドロスも、同様の運命をたどった。続いてアルタバザネスも打ち破って、アトルパテネ王国に対するセレウコス長の総主権を認めさせ、高能と軍部の義務を負わせた。 反乱を鎮圧したアンティオコス三世は湿地回復を目指し紀元前219年ナバテア人などと同盟を結んでまずエジプトの支配下にあったフェニキアパレスチナ地方に進軍した第四次シリア戦争順調に進軍して征服地を拡大したが紀元前217年にエジプトオプトレマイオス四世は兵力を集めて迎撃に向かい 6月ラフィアの戦いで決戦が行われた。双方7万人前後の兵力を動員して戦ったが、アンティオコス三世は乾杯を喫し、パレスチナ地方への拡大政策は頓挫した。エジプトに敗れた後、アナトリアでポントス王国の支援を受けて自立していた総督、アカエオスを打倒に向かった。紀元前214年までにアカエオスを倒すことに成功し、 その意志を追い出レオディケの抵抗も翌年には排して、アナトリア方面の領土を回復した。アンティオコス3世の業績の中でも最も名高いのが、紀元前212年から開始された、東方遠征である。まず離反していたアルメニア王国の王クセルクセスを攻撃しこれを服属させた。これによって東方への進撃ルートを確保すると、クセルクセスに対しては、 総試験を認めさせた上で王位を承認し、不払い功能の免除などの懐柔策を取った後に、さらに東のパルティアへと向かった。砂漠地帯を強行突破し、ヒルカニアに一気に進軍し、パルティアをアルサケス2世と相対した。アルサケス2世は、当時の記録によれば、非常に勇敢に戦ったとされているが、首都ヘカトンピロスが落とし、最終的に、 セレウコス長の優位を認めて、その、同盟者となった。これによって、パルティア地方への総試権を得た、アンティオコス三世はそこからさらにバクトリアへ向かった。当時のグレコバクトリア王エウテュデモス一世は、アンティオコス三世が、軍の前衛を溶かさせていたところを狙って、騎兵による、攻撃をかけた、アリエ側の戦い。しかし、前衛軍は、 後続の都科が終わるまで、この攻撃に持ちこたえ、主力部隊は都科に成功したことで、アンティオコス三世は、勝利を収めた。エウティュデモス一世はなおも、首都バクトラに籠上して、徹底抗戦の姿勢を見せた。紀元前208年はアンティオコス三世は、バクトラを包囲した。このバクトラ包囲戦は2年間にも及んだが、その経過に関する記録は散逸して残されていない。 紀元前206年、エオティュデモス一世はついに降伏して、セレウコス朝の総主権を受け入れ、バクトリアの王子デメトリオスは、アンティオコス三世の娘と結婚することを条件に、将来の王位を保障された。バクトリアを服属させると、インドを目指して南下し、ヒンドゥクシュ山脈を越えて、カブール渓谷に進軍し、その地方の王スバガセヌス、スバガセーナを倒して、 彼にも総主権を認めさせ、戦像などを功能として収めさせた。こうして、かつて失われたセレウコス朝の東方領土の大半に、総主権を確立して外戦した、アンティオコス三世は、アレクサンドロス大王の再来とまで言われ、大王を名乗るようになる。紀元前204年、プトレマイオス朝のプトレマイオス四世が死去し、代わって、わずか五歳のプトレマイオス五世が、 ファラオに即位した。これを後期と見た、アンティオコス3世は、アンティゴノス朝マケドニのオーピリッポス5世と同盟を結び、エジプト領の分割協定を結んだ。準備を整えた、紀元前202年、エジプト領ガザに侵攻し、第5次シリア戦争が始まった。第4次シリア戦争の復讐戦とも言える、この戦争は、紀元前200年、 ガラリア湖の北のパニオンの戦いにおいて大勝利を収め、セレウコス朝はパレスチナ方面に進出することができた。紀元前198年には、エルサレムのユダヤ人神殿共同体も征服した。アンティオコス三世は、さらなる拡大のため、アナトリアにあったアッタロス朝、ペルガモン王国やエーゲ海地方への進出を目指した。紀元前196年頃には、 トラキアにまで進んだものの、これらの事態に対しギリシアの諸小国は、第二次ポエニ戦争に勝利し地中海での影響力を拡大していた共和制ローマに支援を求めた。すでにポエニ戦争中より、ギリシアのアエトリア同盟とローマは同盟関係を結んでおり、ギリシア地方に勢力を拡大しようとするセレウコス朝とローマとの対立は著しいものとなった。アンティオコス三世は、 ローマとの戦いに敗れ逃れてきたカルタゴの将軍ハンニバルの影響もあってか過小な戦力を持ってギリシアへ進軍したがローマも対抗してマニウス・アキリウスグラブオの指揮の下で軍を派遣し紀元前191年にテルモピュライの戦いで両軍は激突したアンティオコス三世はこの戦いで敗れアナトリアに撤退したその後再び軍を整えて ローマ軍に相対したが、マグネシアの戦いで、スキピオアシアティックスとスキピオアフリカノスの率いるローマに、決定的な敗北を起死し、アパメアの和訳を結んで、ローマと交和した。この和訳によって、セレウコス長は、他国との同盟、捕虜の獲得の禁止、軍備制限などを課せられ、膨大な賠償金を要求された。この敗北は、アンティオコス三世が、 今までの勝利で得てきた多くの成果を無に返した。パルティアやバクトリアでは直ちに離反の動きが強まり、アナトリア方面での領土も失われた。ローマへの賠償金支払いの財源に困った、アンティオコス3世は、スサの神殿で略奪して、それを確保しようとしたが、現地人の猛反発を受け紀元前187年に暗殺された。そして息子のセレウコス4世が王位を継いだ。 アンティオコス三世は敗北させた各地の王を排除せず、総主権を認めさせた後王位を保障し、しかし、領内各地に反自立勢力としての王国を多数保存することにもつながる。この方針は、ローマに対する敗北で軍事的威信が低下するや直ちに征服地のほとんどが分離する原因ともなった。アンティオコス三世は、ユダヤ人の伝えるいくつかの宗教文献において、 彼らを皇遇した王として称えられている。プトレマイオス朝、エジプトとの戦争の際に、ユダヤ人の多くが、アンティオコス三世を、縁皇遇したことに喜び、彼は、ユダヤ人に対して、都市の修復や、一定期間の免税特権、独自の法律による自治などを承認したとされる。こうした、アンティオコス三世の対ユダヤ人政策については、 その史実性をめぐって長く論争が続いていたが、近年ではかなりの誇張や後世の書き加えなどがあるものの、これらの政策については大まかに史実であったという説が有力になっている。アンティオコス三世がセレウコス朝の本国と言うべき、シリア地方周辺を長期間明けてまで東方遠征を行った動機については、諸説あり、資料的制約によってはっきりとはしない。 彼が常に失われた正当な権利、領土の回復を歌っていたことが知られているが、これは単なるプロパガンダに過ぎず、実際には成り行きによって東方遠征がなされたという説もあるが、積極的な証拠はない。そして彼の東方遠征は、アレクサンドロス大王、また、派生的には、セレウコス一世の栄光への憧れによって、彼らの異業を踏襲しようとしたことから発したもので。 あるというがあり、これも必ずしも強い根拠を持つものではないが、極、自然な推論としてよく語られており、これを支持している学者も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。